皆さんこんにちは、ゆみねむです。と、けんたです。久しぶり。じゃあチキン食べましょう。いただきます。あ、よろしければ。美味しいわね、すごい美味しい。本日も見てくれてありがとうございました。おかしいやろ、まだ来てへんわ。全然ダメじゃないですか、これ、この椅子。もう一つどうぞ。ちょっと俺今日はあの顔できへんわ、さすがに。あのベロベロの後に食べたチキンの顔は。いい顔してた。カナダ一の笑顔。うん、それ何？グレイビーです。タムなの？はい。グレイビーがないとチャージ始まんないんで。食べた。グレイビーソース。プーチンに乗っかってんの？あ、それそれそれ、うん。最高。はい。いただきます。神様。ありがとう。やっぱでかい。やっぱこれだよね。あ、グレイビーにかけて。やっぱこれだねー。言って。これをこうやるんですよ。切ってこれをディップするの。ディップするんですよ、こうやってして。あー、美味しそう。うん、うん、やらんのかいみたいな。うん、パリッパリ、うん、パリッパリでジューシーで美味しい。うん、空港で食べたいなと思ってたけど、うん、よかった。お先に、うん、閉まってるしね。うん、よかった。グレイビーか。うん、めっちゃ美味しくないですか。やっぱこれだね。これこっちかな。うん、うほ、私これに出会った時にチキンとグレイビー、うん、最高って思ったんですよ。マジで、うん、最高って。ポテトは、うん、ポテトプライズ、なプライズはもちろん。これにケチャップ入れて。ああ、なるほどね、うん、それそれでめっちゃ美味しい。それはやったことないや、うん、ぜひ。フレンチフライか、みんな、うん、やっぱプーティンかけるやん、うん、みんなグレイビーソース好きやん、うん。みんなが大好き、うん。私はなんでこっちの方が好きなの？そのままの方。グレイビーに慣れてないからです。プーチン？うん。プーチン好きですよ。あんま好きじゃないです。やっぱだから。グレイビーの味に慣れてない。うん。グレイビー初心者。最初は美味しくないですよ、グレイビーは。何回か食べていくとハマっちゃうんですよ。やっぱね、あれや、あれやね、チーズが苦手やから。あ、そっか。だからプーティンあんま食べへんのね、うん、じゃあもうダメだ。そう、だからフレンチフライやからケチャップだけ。相棒は。なるほど、そうか、そっか。けどまあ別テイストで美味しいよね。何がさ？グレイビーはグレイビー。美味しいんだ。美味しいんかい。いや、美味しいと思う。好きな人は好きやと思う。うん、あ、うん。あっつっ。
てつけへんかっても、うんうん、塩コショウも、うん、チキンの味しっかりしてる、うん、そう美味しいんですよ、うん、うん、ケンタッキーしか知らんしね、うん、もうケンタッキー思い出せないですこっちしかこっちに来てからしか知らんかった、うん、うん、キャスティング中のチキン最高じゃあファスティング説明してファスティングって何断食ですね、英語では。私今断食中なんですよ、皆さん。ちょっと太っちゃったなと思って。ファスティング3日目ですね。あ、でも、私の中のファスティングっていうのは、量を減らすっていう意味で、食べてもいいんです。そしたら、今朝起きたら顔が引き締まってました。ファスティング効果。ファスティング効果あります。私の中のファスティングはチキンいつも2個食べるところを今日1個とかねダイエットダイエットっていうと弱いんですよね言葉にパンチがないからファスティングってやって全ては思い込みじゃなくてなんだっけものは言いようん捉え方、うんうん、ブレックファースト説明してよ目から鱗やった嘘でしょあんま驚いてなかったですよねあブレックファーストやろ、うん、おお俺知らんかったの本当ですか、うん、ブレックファーストの意味とはファストっていうのは、断食じゃないけど、なんだっけ、食べないことです。ファスト。で、夜中、寝てるから何も食べないじゃないですか。ファスト状態。食べてない状態。で、朝、食べるから、その、断食状態を壊す。ブレイク。そう、ブレイクで壊す。ブレイクファスト。なかなかうまく説明ができないんですよ、私は。でもそういうことですよ食べてない時間を食べる、うん、はい朝食が食べてない時間を終わらせる、うん、壊す朝食でその断食を壊すブレックファーストなるほどねブレックファーストそうですねいいじゃないですかみんな知らんか意外と当たり前やったもんね意外と当たり前やったりしてね知ってる人は知ってますよだけど知らない人は覚えてね覚えやすいよね、うん、覚えやすい覚えやすいブレックファーストもみんな知ってるけどえけどなんか難しい単語とかなんか覚えやすい覚え方あるかもしれないあそんな感じでうんうんうんあります逆にないないな、ね、ないって言ったらおかしいけど、うん、けどなんか粋な覚え方はありますあると思う、うん、なるほどねみたいなうん確かにあるけど思い出せないってことはもう覚えたってことですうんうまいなんかないかな食べてくださいねいやいいよいやファスティングなんでどうも、うん、皮だけくれたらはいいよじゃあもうさっき皮入れくれてグレイビーにジャブジャブしといてくれたらいいですか、うん、本当に、うん、あごめんなさいね最後のチャーチなのかもしれないのにもうチキンが毛むしられてるみたいなうん幸せですね美味しそうやわ、うんかわいそうにケントさん。こんにちは。最高。これだけで売ったらいいのに、チキンスキンだけで。
幸せの味ですよ。幸せとはこういうことなんです。太陽、あ、いたうん、幸せとは太陽の下で美味しいものを食べることなんです。それで美味しい幸せって感じることが幸せなんです。ありがたいお言葉です。目から鱗でした。ありがたいお言葉でした。幸せってなんだろうって。幸せって感じることが幸せ。そうですね、うん、それそれでした、うん、答えはないと思う、うん、そう感じたら幸せ。そう、うんうんうん、本当にチキンスキン食べてるときに幸せって思ったら幸せ。でも同じチキン、同じチキンスキンを食べても幸せって感じなかったら幸せじゃないんです。そうね、最高。私チキン大好き。今になって再発見、うん、大好き。再発見いい、ね、つけないですか。飲む、うん、私飲むんですよ最後。飲んでもらって、うん、飲んでもらって、うん、めっちゃ面白いな。ファスティングとは一番真っ対極にあるもん。ブレイビーを飲み干すってね。うん、でももう夜今日何も食べないですよ。あ、そう、うん、これで今、これ完食だと思いました。違います、完食、あのスナックだと思いました。うん、だからさっき中途半端な時間って言ったんですよね。まあそうそうそう、ディナーなんで、一応5時のディナーで、でこれから私ファスティングに入ります。で明日の朝、明日の朝起きるのは多分9時とかじゃないですか。まあ朝ね、そう、9時までファスティングなんですよ。で9時に白湯飲んで、白湯飲んで、そう、本当白湯、白湯は本当に、まあ、コーヒー飲んだり、うん、まあ、ヨーグルトとかね、ベリーとか食べたり、そこで、ブレイクファストですよね。ブレイクファスティング、ごちそうさまでした。はあ、最高でした。映ってるかな。西野じゃん。全然ちゃうわ、怒られるわ。ちょっとこうやって、あの、か、口声かく、ほら、ほら、西野じゃん。本人に怒られるって、やめてください。本人は見ません。本人に怒られてみたいもんですわ。いや、みんないっぱいおるからさ。ファンが？ファンもアンチも多い人いっぱいおるから。あ、そうなんだ。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最高ですね。面白いな。テニスしながら、ワンちゃん散歩しながら。あ、私の秘密基地にようこそ。いらっしゃいました。いらっしゃいました。どういうことやね。初めてだ。友達を誘ったの。そうやね。そうやね。何に共感してるか分かれへんけど。一応いいよね、はい、パークはいいよ。パークいいっすよね。え、まあ、全然日本でもあるけど。燃やしたん、誰か、え、誰か燃やしたんじゃないですか、あれ。小規模な山火事みたいな。なんか燃やした、うん、天国に見えません？お花が咲いてて、なんか木がこうあって